皆さんこんにちは。今日はクイーンズのロングアイランドシティに来ています。ここはマンハッタンのグランドセントラル駅から首都駅で来れるんですけども、緑が多くてとてもいいところなので、この街をご案内したいと思います。でここ景色もねすごくいいですしね、公園もたくさんあってとても暮らしやすいところです。でここの日本人もたくさん住んでらっしゃるアパートもちょっと中を見せてもらおうと思います。背後のこのビル群はTF コーナーストーンっていう会社がやってるアパートなんですけども、とっても綺麗でね素敵なアパートなんですよ。でその中もちょっと見に行こうと思います。この背後に見えるここがボート乗り場です。このボートからマンハッタンに行くこともできます。料金は地下鉄と同じで2ドル75セントです。でマンハッタンの34丁目に着きます。それではこの街を散策してみましょう。それでは出発します。ここがフェリー乗り場になってます。でこの辺のアパートは全部ペットフレンドリーで、ペットも一緒に住めます。この花火がね、独立記念日の花火の時はここからよく見えるんですよね、綺麗な花火が。お子さん連れ、小さいお子さん連れのね、ご家族も多いので、こういった公園もたくさんあります。ここが新しくできた図書館です。でも図書館のね、完成と同時にコロナになったので、今は入ったのかな。いろんなベンダーさんが出てますね。よりとりみどり。いろいろ食べてみたいですね。ちょっとお腹空いてきました。ここはドッグランですね。ワンちゃんたちの公園。ここはまたプレイグラウンド。ペットにも子供にも優しい街です。食べたり飲んだりしてます。ここはもう一つのフェリー乗り場ですね。でここねビーチみたいな感じでね、砂場というかビーチバレーができます。ここがフェリー乗り場。ニューヨークってお砂場が少ないんですよ。だからそういう意味でここは貴重ですよね。ここが終点みたいな感じですかね。初めてここまで来ました。
な感じになってます。あれ、でもこっち側にまた道が続いている。こうジョギングとか好きな人には最高ですね。ずっとこうやって景色を楽しみながら走れます。信号もないですしね、ノンストップで。このまま下に下っていくとブルックリンになります。今日はロングアイランドシティの道路なので、ちょっとこの辺で戻って、ちょっとメインストリートの方、そっちを通っていこうと思います。あ、さっきのボートですね。このね、イーストリバーのね、この川って実は時間帯によって流れが変わるんですよ。上に流れたり下に流れたり、潮の満ち引きによって流れが変わるのでね、最初ね、切れた時はびっくりしました知らなかったもん でその間の途中の間の時間帯はじーっとしてるって感じですね。マンハッタンだとジョギングしていても排気ガスにまみれたりするんですけども、もうここだとね、こう川からの風に当たりながら走るっていうのもいいですね。じゃあ次はこっち側のバイクレーンの方から街の中の方の道を行きます。まだどんどん新しいビル建ってますね。こんな感じで、ここロングアイランドシティはこのアバロンっていう会社と、あとロックローズっていう会社と、あと TF コーナーストーンっていう会社が3社でこういろんなビル建ててるんですけどもね、駐在の方にもすごい人気のアパートですね。ここもアバロンの建物ですね。で、この左側がさっきの図書館で、正面は TF コーナーストーン、この建物がロックローズです。これは TF コーナーストーン。このアパートもね、日本人の方にとても人気です。で、ここから全て TF コーナーストーンですね。この後 TF コーナーストーンの実際の部屋の中も見せてもらいます。結構高層ビルなんですよね。でね、景色もね、部屋にありますけども、マンハッタンの景色もすっごく綺麗に見える部屋があります。ここが TF コーナーストーンのリーシングオフィスが入っているアパートビルです。これが全て TF コーナーストーンのビルになります。実際のアパートを見に行ってみましょう。Thank you. So you still need to fix, right? Yes. Oh, but nice view. Yes, very nice. Wow. Very nice view. She's Jay? Yes, she's behind. Yeah. これは2ベッドルームアパートメントになります。窓からね、イーストリバーが見えてすごい景色がいいです。正面に見えるのがクイーンズボロブリッジです。クローゼット。こちらがバスルームになります。電気。こちらがバスルーム。まだね、人が出たばっかりなので、お
これがレノベしてピカピカになります。どの窓、どの部屋からもね、すごいナイスビューが見えます。ウォークインクローゼットがありますね。収納スペースもたくさんあります。で、トゥーパスですね。ここは寝室の方についているバスルームです。4600、はい、はい、OK。 ワンマンスフリーレントがついて、4600ドルです。収納スペースがいっぱいありますね。ここにもこんな感じで。でね、これオープンキッチンはね、やっぱり一番ね人気なんでね、お料理しながらテレビ見れたりとかするんでね、お子さんの様子も見えますし。It's very big. Yes.外にテラスがあります。アウトサイドガーデン、プライベートのガーデンなんで、で柵があるのでね、小さいお子さんここで遊ばしといても迷子になることもないので、いいと思います。こんな感じです。Is this restaurant or a resident? Restaurant. Ah, restaurant. Oh, I see, I see. It's nice. はい。です。これはスタジオです。いい景色が見れますね。このニューヨークはコロナになってから、やっぱり外に出れないストレスから、こうテラス付きのアパートがすごい人気なんですよ。テラスとか庭がついている物件、いや、すごくそういうのはニーズが高いですね。ここもオープンキッチンです。冷蔵庫とかオーブン、マイクロウェーブ、あとディッシュウォッシャー、これはついてます。どのユニットにもついてます。で、クローゼット、ここにもう一つクローゼット、あとここにも小さいクローゼットと、バスルーム、So how much the rent?2782 だそうです。おお、すごい景色。こちらクイーンズ側ですね。で、こちらがマンハッタン側、エンパイアステートビルディングが見えますね。ベランダのスペースもね、すごい広いんで、皆さんあんな感じでカウチを置いたりとかして、こうくつろげるスペースにしてますね。でもここ外出たら、ずっと公園が広がってるんですよ。ずーっと先まで。だからね、お子さん連れのね、ご家族の方とか多いです。ここのベランダは最高ですね。これがラウンジになってます。お、誰も使ってないですね。
ラウンジバス店にも使えるようになっています。ジムは来週から開くそうです。まだただ人数制限するそうですけどね。いや、ここね、7階にあるここのアパートの中庭になります。こんな感じでバーベキューエリアもあるし、あの向こうにテニスコートもあるんですよ。ここでバーベキューもみんなでできるし、ね、まるでね、なんかね、普通の外にいるような感じなんですけど、ここ7階なんですよ。こう噴水もあって、We need to reserve the tennis court. It's first come, first serve. Ah, okay. But if you want it at a specific time, you can reserve. Okay. So first time, first come, first serve means that, you know, it's free? Yeah. Oh, okay. Good. じゃあ、空いてればいつでも、使えるそうです。ここね、メンバーシップフィーは、how much was the amenity fee here? 30, 40? If you live here, yeah. it's free. Oh. But in another building, you can pay 50 to use it. Ah, 50, okay.このね、reserve, it's $20. I see. このリザーブするためには20ドル。でもここの、建物4545のセンターブルバード、ここの住民の場合は無料で使えるそうです。リザーブするとき以外は。で、他のね、この TF コーナーストーンって何棟もあるんですけども、別の棟に住んでる場合は50ドルのアメニティフィーを払って使います。で、まだ、その今ね、レコードはできないんですけど、ジムもあるんですよ。結構広い。そこも使えます。なんかスズムシみたいなも鳴いてていいですね。おお、It's very nice. こっち側がジムになってるんですよ。ずっとね、コロナになってからジム全部閉鎖されていて使えなかったんですけども、ようやく来週から使えるようになるみたいで良かったです。はい、じゃあジェイさん、今日はサンキューベリーマーチ。はーい、この TF コーナーストーンから駅まではフリーシャトルバスが走っています。時間はウィークデーは、6時から10時、で昼の間3時間ブレイクがあって、あと1時から、8時ぐらいまで、10分おきにバスが走っているそうです。ウィーケンドは朝の10時から6時ぐらいま で駅から、アパートまで来るので、そういうのが便利ですよね。徒歩ではだいたい10分ぐらいだと思います。ここがスーパーマーケットです。とっても大きいスーパーマーケットです。ずっとこっちもずっとあるんですけど、一番コーナーの右側のコーナーにはリュアンリードという薬局屋さんもあります。最寄り駅はセブントレインのバーノンブルバードジャンクソンアベニューステーションです。ここからこちらにまっすぐに行って、左側が先ほどの場所です。このバードンブルーバードはいろんなお店があるんですよ。あそこのね、バイスコーショップ、あ、バスで見えなくなる、そこもね、よく何度か来ました。パンクした時も直してもらいました。でここにね、すごい美味しいお寿司出すお店もあるんですよ。まあ値段ちょっと高いですけどね、コースで出してくれます。大膳だったかな。うちの息子の大学の卒業式の時にお祝いに食べに来ましたけど、見えるかな。大膳はここ、あ、そこちょっとドアが開いている、そのブラウンのドアが開いているとこです。そこが大膳っていうお寿司屋さんです。日本人がやってるちゃんとしたお寿司屋さんです。その隣のね、魂ラーメンっていうのは多分韓国系がオーナーだと思うんですけども、マンハッタンにはないんですけど、クイーンズには何か所か、アストリアにもありますね。
ね、なんかね、来るたんびにね、なんか新しいお店が開いてたりするんですよね、この辺は。あそこはね、多分日本人じゃないと思いますけど、オーナーは。でも、紫っていうレストラン。どうなんでしょうかね。こんな感じですね。でこういうね、横に入った道にもね、どんどんちょっとおしゃれなやつがね、ポツポツってお店がいつの間にかできてるんですよね。あ、久しぶりにこの車見た、一時よく見たんですけどね、この車。はい、じゃあお店はこの辺で終わりですね。あ、今ね、あ、逃しちゃった。カルガモがね、渡って、カルガモ親子が渡ってました。あ、カルガモじゃなかった、シジュウカラガンだった。シジュウカラガンがさっき道路渡ってました。ちゃんと一列に並んでて可愛いですね。ロングアイランドシティの街はいかがでしたか？これからもいろんな街やいろんなアパートをご紹介していこうと思います。今日ご紹介したTF コーナーストーンの詳細は概要欄に貼っておきます。それではさようなら。